どうもジョン・スミスと申します。今回はツーバスツインペダルでの自分に合ったスプリングの強さの探し方について少し喋っていこうと思います。このバネの部分ですわな。こいつの強さ、自分に合ったやつどう探せばいいのかっていうところについて触れていこうと思います。こうツーバスツインペダルの練習しててこうスプリングの強さどうもしっくりこへんな、でも自分に合った探し方、ね、強さの探し方最適解わからへんなっていうお悩みを抱えていらっしゃる方結構いると思います。私もだいぶ悩んだ部分やし、このスプリングの強さ、今回はそういった方々へ向けてこういう風に探すとパッと見つかるでみたいなところをについて触れていこうと思います。動画前半でそのスプリングの強さを探すときに知っといてほしいこと、これ大事だよってところを話して、で動画後半で具体的な探し方について喋っていこうと思います。動画後半の話もそんなに難しいことはないです、割と簡単で、なのでさらっと聞いていただけるかなと思いますんで、今現在スプリングの強さで悩んでる方は今回の動画見ていただければそこら辺解消しますんで、ぜひ最後までご覧ください。まず動画前半、スプリングの強さを探すときに知っといてほしい大切なことでございます。これ覚えておいてほしいんですけど、今現在ツーバス踏めない、ツインペダルの連絡踏めないって人がスプリングの強さをちょろっと変えただけで劇的に改善した、踏めるようになったってことはあんまないです残念ながらってことをまず知っといてほしいんですね。これスプリングだけじゃないんですけども、例えばこのビーターの角度とかね、このじゃあシャフトのツインペダルやったらシャフトの長さとかあったりしますけども、あとはシャフトの首の角度とかねなんだとか、あとこの踏む場所、フットボードの角度、こいつ自体の角度とかを変えたらじゃあ踏めるようになるかっつうと、基本的にはそういったことほぼないです。っていうのもね、なぜならこのスプリングの強さはなんやかんやのセッティングというものは、今現在踏める人がさらなる踏みやすさを追求するためのものだからです。そう、踏めない人が踏めるようになるための行為じゃないんですよ、セッティングをゴネゴネするっていうのは。ある程度そのなんていうかな、いろいろペダルをいじくり回したらちょっと踏みやすくなった、それで踏めるようになったっていうことはあるんですけども、なんかこう劇的に踏めるようになるってことは基本的にはないです。そうではなく、セッティングっていうのは今現在踏める人がより一層踏みやすくするため、例えば今現在テンポ200の連打を踏める人が、16ボンブのね連打を踏める人がテンポ220踏めるようにする目指するぞっていう、そういう意味合い、なんかもうすでに強い人がさらなる強さを求めるためにこういじくり回すもの、それがセッティングっていうことを覚えててほしいんですね。これなんで今現在踏めない人がセッティングをいじってもそもそもあんま踏めるようにならないのか、改善しないのかって話をさらっとしておくと、それ今現在踏めない人が踏めない原因というのは基本的に足の動かし方に問題があるからです。セッティングのせいで踏めないっていうことはあんまりない。セッティングのせいで踏めてない、だからセッティングを改善すれば踏めるようになるっていう事例はあんまりなくて、どっちかっていうと、連打を踏むときに足を上げすぎているとか、足を上げすぎてめちゃめちゃ無駄なエネルギー使ってるから踏めないとか、なんかこう、足首にめっちゃ力入ってるから早く踏めない、うわーみたいな、大体そういう足側に原因があることが多いです。足首もしくは上半身のブレとかね、こう、重心のブレが原因で踏めない、切れる、踏めないとか、そういった体側に問題があることがほとんどです。もう9割9分ぐらいなので、まずそっちを改善せにあかんのですわなって感じやし、例えば高速連打を踏むためには高速連打の踏み方があるんですね。アンクルモーションという奏法があるんですけども、そういった踏み方を知ることから始めましょうみたいな、要はその体の動かし方とか体のなんだ安定性とか、そっち方面を直すことが踏めない人が踏めるようになる方法なんですね。であるがゆえに、そのセッティングって別にセッティングちょっと変えたらさ、例えばビーターの角度をちょっときつくしたら足の動かし方が劇的に改善したってこと基本的にないでしょう道具をいくら変えたって、道具をいくら良くしたって体の動かし方自体は変わらないので、踏めない人が踏めるようになるわけではないよっていう、そういうところをまず頭に入れといてほしいんですね。別に今現在踏めない人がセッティングいじくり回すのは悪いことかつと無駄なのかつと、別にそんなことはなくて、じゃあスプリングの強さを強くしたら踏み心地こうなるんだなみたいな、そういう知識としてね、経験として知っておくことは大事なことやし、それが後々役に立ったりするし、もしかすると人によってはそれでちょっとねスピード上がったみたいな、連打の速度が上がったみたいな、スプリングの強さ強くしたらスピード上がったやったみたいなことが起こったりすることもあるので、別に無駄ではないし、
まあいろいろ遠回りしまくったらね、後々後で役立つことがあったりとかもするんで、もうぜひいじくり回してほしいんですけども、まあ、大前提覚えててほしいのは、その今現在踏めないよっていうのを踏めるようにしたいっていうのであれば、まず足の動かし方、そもそも足を上げすぎていないか、足の裏とペダルが離れてこうなんかこうペダル操作しにくくなってないかみたいな、大体そういうところをまあ見直すってことをまあ優先してほしいなというそういうお話でございますので、まずはこれを覚えておいてほしいなと思いますというのが動画前半のお話でした。ではここから動画後半、具体的なそのスプリングの強さの探し方なんですけども、まあこれ正直スプリング以外でもそうなんですけどね、ビーダーの角度とかなんだとかもそうなんですけども、右足で片足連打や片足ダブルなど、連打とか片足ダブルとか一通りのテクニックを満足にできるスプリングの強さを探します。それを左足にも適用するだけです。ほら簡単割と簡単でございます。要は右足を基準にしましょうねっていう話なんですね。よくあるのがこう右足はまあある程度踏めるからまあ今のスプリングの強さでいいけど、左足が全然動かない、全然弱いから、じゃあ左足だけ踏み心地を軽くするためにスプリングを弱めましょうと、右足側よりちょっと弱めましょうみたいなことをすると、まあ、っていうのがよくあるんですけども、これをしてしまうとね、いろいろめんどくさいんですよ。何がめんどくさいかってね、これじゃあ左右でスプリングの強さとかセッティングが一緒やったらさ、右足の動かし方を左足で真似するだけで左足強化ってできるし、そうしたらもう自然と左右対称になるよねっていうお話なんですけども、この例えばじゃあスプリングの強さが左右で違ってしまうと、右足用の踏み方、まあ、足の感覚と左足用の足の感覚、それぞれ養わなければならなくなってしまうわけですよ。めんどくせえと本来ここ揃ってたら別に右足の感覚をそのまま左足で真似するだけ、練習するだけで良くなるのに、こう左右で違ってしまうとそれぞれで練習せなあかんし、まあ、左足からするとね、右足というお手本がなくなるわけやから、より難易度が上がるわけですよ。めんどくせえとっていうのも起こるし、あとはもうそもそもトップスピードが左右で違ってしまうとかね、こうセッティングが違うがゆえにこう右足を早く踏めるけど左足のトップスピードがちょっと遅れてしまうみたいな、結果両足連打の速度が全然速くならんとか、綺麗に踏めないとか、粒立ちが揃わんみたいなことが起こったり、まあ、トップスピードもそうやし、あと音量もね、右足は音量まあまあ出せるけど左足全然音量出へんみたいな踏み方になってしまったりとか、いろいろ左右の差が生まれてしまうという原因になるんですね。この左右でスプリングの強さとかビーダーの角度とかなんかいろいろ違ってしまうとね、っていうのがあるので、なるべくその右足に合わせましょうと。もう今現在ある程度踏めるであろう右足、あ、利き足ね、私は右利きなので右足が強いんですけども、うん、右強い方の足に合わせましょうってすれば、あとはもう左足を鍛えるだけでこう左右揃った連打が踏めるよねっていう感じのロジックでございますので、こうまあまずはその右足で片足連打とか片足ダブルとかね、まあ、わざわざツーバス用に設定する必要はないです、うん、この片足でやるやつのセッティングでツーバス踏めるようにしたらいいだけなので、ツーバス踏めるように練習したらいいだけの話でございますので、こうし、そもそもだいたい曲のほとんど、まあ、デスコアとかもう常にツーバス連打踏んでる人とかメタルとかじゃない限りは、基本的には普通の8ビートとかね、片足ダブルとかよく使うと思います。よく使う方を基準にしていただければ幸いでございます。うん。なのでまあ大体の方はこう普通の8ビートとかね、なんかこんな感じの8ビートとかをよく使うと思いますので、でまあちょこちょ こうツーバス使ったりとかすることがあると思いますので、こう、うん、まあ右足基準でね、右足で片足連打とか片足ダブルとかよく使う、自分が今現在できる一通りのテクニックを満足にできるスプリングの強さ、例えばビーターの角度とかもそうやけど、を探す。で、それを左足側にも適用してやる。で、左足でひたすら練習する。左足をひたすら鍛える。ってことをしていただければ、こう、左右でね、差が生まれることなく、ツーバスレンダーが踏めるようになって足が鍛えられるからいいよ、という、そういうお話でございますので、ぜひ意識してほしいなと思います。っていうのが、今回の動画の結論でございました。はい、動画のまとめです。ツーバスとかツインペダルの練習をしてるときってね、どうしてもセッティングっていうところに意識が向きがちなんですよ。今現在踏めへん、どうしたらスプリングの強さを変えようみたいなね、こうビーターの長さを変えてみようとか、なんかいろいろそういうセッティングっていうところに意識が向きがちなんですね。私もそうやったしまあ私も通ってきた道なんで、これなんでかってね、単純にセッティングの方が分かりやすいんですよ。
スプリングの強さとか結構変えたら踏み心地だいぶ変わるでしょ。なんかこうちょっとバネが返ってくる感じが強くなった、なんか踏み心地軽くなった、重くなったみたいな、なんか明らかに分かりやすい変化が生まれるんですよ、このセッティングを変えると。であるがゆえに、まあ、つまり分かりやすいんですね。だから分かりやすい方向にどうしても意識が向いてしまうから、そのペダルのセッティングをあれこれいじくりましょうみたいな発想になってしまうんですけども、まあ、それ自体が悪いって話じゃないんですけどね。ただやっぱり今現在踏めない人はそもそも足の動かし方とかそっちに原因があったりするので、まずはそっちを直しましょうね。そっからある程度踏めるようになってきたら、こうペダルのその踏み心地の重さとかを変えるセッティングの方にシフトしていっていただければ、より効率よくツーバスツインペダルの連打とかフレーズがね上達していきますんで、ぜひ試してみてねっていうそういう考え方で練習してみるのもありだと思いますというお話でございましたので、まあ何かしらの参考になれば幸いです。ぜひ意識してほしいなっていうお話でした。まあ本日はそんなところかな。こんな感じで私のチャンネルでは普段ドラマの練習室で情報発信しておりますので、よければチャンネル登録高評価ボタンなどよろしくお願いいたしますという感じでした。まあ本日はそんなところで以上、ジョン・スミスでした。